アンドリュー・スティーブンソンアンドリュー・スティーブンソンはアメリカ合衆国の政治家。民主共和党に所属し、1827年から1833年までアメリカ合衆国会議長を務めた。アンドリュー・スティーブンソンは1784年1月21日にバージニア州カルペパー郡において生まれた。スティーブンソンはウィリアムアンドメアリー大学で古典を学んだ。 スティーブンソンは法律を学び、弁護士として認可を受けた。スティーブンソンはリッチモンドで弁護士業を開業した。スティーブンソンは1809年から1816年まで、及び1818 18年から1821年まで、バージニア州会院議員を務めた。1812年から1815年までは、州会院議長も務めた。 スティーブンソンは1814年と1816年に連邦会議員を目指したが敗北した。1821年1月、スティーブンソンは民主共和党からアメリカ合衆国会議員に選出された。スティーブンソンは1821年3月から1834年6月に辞任するまでアメリカ合衆国会議員を務めた。 1827年12月から1833年3月まではアメリカ合衆国会議長も務めた。スティーブンソンは1835年と1848年に民主党全国大会で議長を務めた。スティーブンソンは1834年5月に中イギリス公使に指名されたが上院に帰却された。スティーブンソンは1836年3月に 再び中イギリス公使に指名され、上院の承認を受けた。スティーブンソンは1836年7月から1841年10月に召喚されるまで中イギリス公使を務めた。公使職を退任後、スティーブンソンはバージニア州アルベマール郡のブレナムで農業に従事した。1845年、スティーブンソンはバージニア大学客員評議会の委、e、員に選出された。 スティーブンソンは1856年から1857年までバージニア大学の学長を務めた。1857年1月25日、スティーブンソンはバージニア州アルベマール郡のブレナムにある自宅で死去した。スティーブンソンの遺体はシャーロッツビル近郊のエニスコシー墓地に埋葬された。ありがとうございます。